皆さん、今日はね、うちの旦那がお休みなんですよ。で、今娘と息子を面倒見てくれてるから、その間に今日は今週、先週末ですね、私のインスタグラムで Q&A の質問を受け付けたんです。っていうのも、ここを2回作ったビデオが、私が日本に帰るんですとか、私がビジネス始めたいんですっていうような内容で、でそれで結構コメントの方で何個かこうどうするんですかとか、質問系があったんですよ。でそれを一個一個こうバラバラのビデオで話していくよりかは、今この皆さんが、私がこう投げた2つのビデオに対して皆さんがこう質問したいことみたいな、なんかこう質問したいことみたいなっていうのをバッと集めたビデオをボンって出しちゃった方が簡単だなと思って、だし私もこの短いビデオを頑張って作ってるんですけど、バーって私話すから、その中でもこう頑張って短くしてるんだけど、その中でもやっぱり話しきれてないこととかもあるし、簡潔に話したくなっちゃってこう説明できれてない部分とかもあるから、そういうのもこう保湿していく、保湿なんていうの、支えていく意味で、まあ、こういうビデオをボンって作ってみたらどうかなと思って、まあ、それで質問を集めてみました。でこの質問のビデオを作ります、質問よかったらしてくださいねっていうのを、インスタグラムに載せる前からこのビデオでは、まずどこに引っ越すかっていう話を したいなってはずっと思ってたし、前のビデオでも次のビデオは、次どこに引っ越すかっていう話をしたいですみたいなことを言ったから、まあそれは第一に作ろうと思ってたんですよ。でもやっぱり質問で一番多かったのは、どこに引っ越すんですかっていう質問が多かったんで、まあまずやっていきましょう、これから。 OK OK、 ここに質問がこれだけあります。超いっぱいもらった。OK、 まず一番初め、これの一番初めに あるのがマナちゃんなんだよ。マナちゃんがめちゃくちゃ会いたいって言ってくれてる。超嬉しいんだけど。マナちゃん会おうね。マナちゃんコラボレーションできたらしたいけど、どうだろうかな。私なんて相手にしてくれる？大丈夫かな。マナちゃんとは結構メッセージでお話しするんですよ。はい。で次に、待って、ポンポンポンと答えていきたいですね。日本で一番最初に食べたいものは、日本で一番最初に食べたいものは、ちょっとつまんないかも、寿司なんだけど、質のいい寿司ね、質のいい寿司食べてみたいなって感じですね。こんな感じでいくの OK、 ポンポンポンといきたいよね。このビデオは私がこの前の2つのビデオに関しての内容で質問を募集したつもりだったんだけど、中にはそれとは全然違う内容だったのもあったんだけど、まあビデオの長さの限りちょっと答えていこうと思いますね。それはまあ一番初めに多かったのが、そのどこに住むかっていう話ですね。どこに住むんですかっていうのもめっちゃ多かったです。私自分も自分にずっと問いかけてました。でですね、今のところどこに住むって決めているのは、私の地元新潟県の長岡市です。大好き長岡、に住むつもりなんです。理由は2つあって、まあ、1つは自分の両親が近くにいるから、自分たちの子供がおじいちゃんおばあちゃんと触れ合って、そう育児していけるなっていうのと、あと2つ目はですね、まあ田舎なんですよ、だから安いんですね、賃貸とかも。で私がまあ今のところそのビジネスを始める上で、自分のオフィスっていうスタジオを構えようとしてるんだけど、うちの地元安いんですよ、そういった感じのオフィス一つ借りるのにも、まあ、5万ぐらいで全然借りれるんですね。だからやっぱり一番初めビジネスを始める年っていうのは大変だろうし、だからまあ抑えれるところの出費は抑えていきたいわけですよ。で、その私の地元ではオフィスとかの貸し出す地もいっぱいあるし、店舗の貸し出すもいっぱいあるんだけど、中にはそのまあ
いい金額、安い金額で見た目もいいし、なんかおトイレも綺麗でみたいなっていうところが結構あるから、そういった意味でうちの地元でそのオフィスを構えちゃって来てもらうっていうお客さんたちもそうだし、まあ、それはそのメイクアップアプリケーションとあとレッスンもそうだけども、私がこう全体、私がこうパッと思い浮かべてるのは3つあって、お客さんたちが私のスタジオに足を運んでくれてメイクアップのアプリケーションとそれかもしくはメイクアップのレッスンをするっていうことが一つで、もう一個が自分が、そのトラベルする、出張するっていうことで、自分 の、 その、まあ、地元の方周りもそうだし、あとは、まあ、地方もそうだし、あとは東京の方とか、大阪の方とか、それこそ本当に、レッスンしたいって言ってくれる方がね、そこそこの数あるんであれば全然沖縄とか北海道の方とかにも行きたいし、まあ、全国視野でそのトラベルできるんであればしたいつもりでいるんですけど、まあ、私のその今考えてる中でいくと、そのまあ、あ、なんだろう、東京に週1とか、あ、週1じゃないや、東京の方に月に1回のペースで行けたらいいなと思ってるし、それでもっと需要があるんであれば違う地方とかにも増やしていきたいけど、まあ、そんな感じで考えてます。でもし結婚式とかで違う地方に行かなきゃいけないんであれば、まあそれはそれで行ってみたいな、まあそういう感じで考えてて、でだから、まあそれが出張ですよね。でもう一個がその自分の持っているそのスタジオそのまま撮影スタジオに変えちゃって、自分が YouTube のメイクアップチュートリアルを撮れるスタジオに変えちゃって、で定期的にそのメイクアップのビデオを更新するっていう3つの三刀流で行くつもりなんですよ。で、それぞれの収入に私がこう一つに決めちゃって、今言った三つのことを一気にやっての私はビジネスが成り立つと思うんですね、私の。で、例えば一つだけに頼ろうとすると多分うまくいかないと思うんで、これを3つ一気にできるような、自分勝手できるようなやりたい方でできるようなスタジオオフィスが1個私には必要なんですよ。でここ何年もずっと、どこどこに引っ越してくるにしろ、私たちは3つ目のベッドルームをいつも設けてて、そこで自分が、その3つ目のベッドルームはオフィスとして使ってるんだけど、一番初めにあった、あ、前のアパートか、前のアパートであった3つ目のオフィス、3つ目のベッドルーム、オフィスは、旦那と一緒に使ってて、旦那がね、大学の宿題やったりとかするときにその部屋使ったりとか、で、まあ、私が大体 YouTube のビデオ撮るのにそこを使ってたんですよ。でこれが、この3つ目のこのオフィスが私は別で、でしかもちゃんと会社として成り立ってるのが必要なんだっていうのをずっと思ってて、もう外でね、家の中とかじゃなくて外で会社として成り立ってる一個やりたい放題できるスタジオが私には必要だってずっと分かってて、でここに引っ越してきても今使ってるところがその、まあ、一応 YouTube のビデオ撮るようにあったお部屋だったんだけど、例えば自分のね、姉妹が来たりとか友達が遊びに来るってなると全部片付けて、ここを、まあ、寝る部屋、泊まれるお部屋にしたりとかしてたんですよね。だけどやっぱり私はその、外に一個自分のオフィスが必要だから、まあ、そういった意味でいろいろビジネスのこと考えてって借りるのが必要だってなったんですけど、まあ今そういう風に考えてるんですよ。私すっごい話飛んでますよね。何の質問だったっけ。あ、そう、それでどこに住むのかっていうのが、そう、うちの地元でっていうのも、うちの地元が安い、借りたりするのが安いから。なんか私一つの質問してもらったのに10個ぐらい答えてますよね。でもなんかね、どうしてもこう全てがつながってしまうわけですよ。で、世の中の方に自分の夢と自分の何がしたいかとかそういうのをシェアしてるもんだから、全部こう気持ちを勘違いせずに理解してほしいっていう意味で、私がめちゃくちゃ喋ってしまうっていうあれなんだけど、そう、どこに住むかだよねどこに住むかだよね。だからうちの地元なんだよ。そうで、賃貸が安いからっていうことなんです。で、
正直な話、新潟県のあのね田舎で足運んでくれる人なんているのみたいな感じじゃないですか。まあ、とりあえずそこをやってみないとわからないね。やってみないとわからないし、だし、まあ、自分がその出張を視野に入れてるっていうところと、あとその自分のスタジオが YouTube をフィルムするスタジオにも変えて、だし例えばだけど、ヘッドショットが必要な方とか、あとそうだね、まあ、そういった感じの写真撮影を必要な人って世の中にいっぱいいるわけじゃないですか。例えばそうだな、ダンサーさんのアーシャとか、あと何でも、なんかお医者さんの写真あるじゃないですか。お医者さんなんとか、ドクターなんとかですみたいな写真とか、弁護士さんとか、まあ何でもいいけど、そういった感じの自分をレプレゼンするために写真撮るじゃないですか、ビジネス用に。そういったのも、私はその写真系はあんまり得意じゃないんだけど、例えば私がフォトグラファーさんを連れてきて、私がメイクします、で私のスタジオでどうですかっていうのも全然ありだし、だしなんで私がそこであのカメラの技術つけないのっていうところでもありますよね。私がカメラの技術さえつけちゃえば、写真やっちゃって、メイクやっちゃってね、そんなんもできるじゃない。だからもうほんとね、あれですよ、アイディアはたくさんあって、本当に自分がストップかけちゃえばそこまでだから、それを無限大に持っていくのは自分次第なんですよね。っていうことでですね、その三刀流でやっていきたくって、私の地元を選びました。このね、三刀流がその都内とかでできるかって言ったらもちろんできると思うんだけど、あれよね、やっぱ賃貸高いと思うし、私の友達で原宿でスタジオ持ってやってた子いたけど、やっぱりものすっごいあの家賃に追われてたって言ってたし、すごい大変だったって言ってたから、毎月だからね、まあそういったお話とかも聞いて、私いろいろ調べてみたけど、やっぱ高いし、なんかそういうのを見てみると、やっぱり自分ビジネスを始めたい一番初めの数年はちょっとまあ安いところから始めて基盤作っちゃって、自分の仕事の流れとルーティンとか全部バーってね、その間に作っちゃって、でそしたらその後はどこに移動しちゃっても全然ありだなって思ってるし、やりやすいんだろうなって思ってるし、それがその一番初め自分の地元でできるであればやりたいし、だしできる範囲だし、でなおかつその、まあ、自分の両親が近くに住んでいるっていうのもあるからいいですよね。そのやっぱり自分の親の支えをちょっと借りて、金銭面とかではなくてね、金銭面で助けてもらえるなら本当助けてもらいたいですけど、私金銭面で自分の両親にあの助けてもらったの高校生までなんで、自分が調理師の専門学校行った時も、学校行き始めて数ヶ月経ってから支払いが始まったから、バイトしながら返して学校行ってたし、本当にで子供がねこうやって生まれてからも本当に親からのあの支えはもなんていうんですか、親両親からのそのお金を送ってもらうとか、そういう金銭面のあれは今まで一切もないんで、あれですよね、羨ましいですよね、そういう金銭面の支えてくれる両親がいてくれるので、一番羨ましいのがあれですよ、やっぱアメリカに住んでて日本に帰りたいけど、やっぱり飛行機代がめちゃくちゃ高いわけじゃないですか。で5人家族で帰るってなると往復で50万とか60万とか平気でするんですよね、まあ、時期にもよるけど。で羨ましいのは、私のお友達とかだとその半分をそのなんていうんですか、両親が出してくれるとかあるんですよ。でもうちはそういうあてがなかったからね、すっごい羨ましかったですよ、そういうのは。まあまあそういった意味で、自分たちの子供が自分の両親の近くで成長できるのはすごいいいし、あと私おじいちゃん亡くなっちゃったけど、おばあちゃんがまだいるから、
あのうちの子たちからするとひいおばあちゃんですよね。だからとも関わられるなんて最高じゃんか。私が定期的に夜ご飯を作っておばあちゃんに持ってく。だって私の食べ物美味しいからだからおばあちゃんに持ってくっていうのを今いろいろ考えてるんだけど、まあそういった意味で今のところ自分の地元っていう風に考えています。それで次行こう。嬉しすぎて吐きそうって言ってくれてる子がいるんですけども、私も吐きそうだよマジで、いろんな意味でこれ面白いです、この質問。次は和風の家にしますか、それともいつも通り洋風だって。このコロナが流行り出す1ヶ月ぐらいまでは、その自分の住むところをもうすげえ調べたんですよ、何ヶ月も。で一軒家で借りるとこういう値段、こんぐらいの値段なんだ、アパートで借りるとこんぐらいの値段なんだみたいな感じでいろいろ調べてて、で私が思いついたのはですね、やっぱり自分の地元に住むんであれば安いところに住まなきゃ意味がないじゃないですか自分の地元に住むのにも関わらず、その中でも一番高いね、超綺麗な何十階ものアパートとかマンションみたいなそこに住むって言ったらまたちょっとこれで、それでさ家賃が月15万とかだったらね、こっち住んでるのと同じじゃん。いや意味ないから、まあ、なるべく本当に値段は安く安いところでみたいな感じでいろいろ調べてると、一軒家でこうまあものすごい古いお家とか多いわけですよ。和風で洋風のお部屋がないお家とか多いんだけど、私は和風のお家でも全然 OK なんですね、私は。なんだけど、うちの旦那が、やっぱりこう、椅子に座るっていうので、今までこう育ってきてて、生きてきてるから、こう、和風だけのお家で床に座って、この低いテーブルがあって、そこで物を食べるとか、多分それできないんですよね、彼は。で、だから、家の中に、まあ、アパートと何でもいいけど、その自分たちが決めたお家の中に和式のお部屋があっても私たちは全然 OK で OK なんだけど、全部が和風のお家ってなるとうちの旦那がすごい住みにくいかなっていう感じがするから、ちょっとそこらは難しいですよね。うちのおばあちゃんちとかはすごい和風なんだけど、やっぱりうちの旦那連れて帰ったことあるんだけど座れてないからかわいそうなんだけど、だからみんなが椅子持ってきてみたいな、で旦那がその畳の部屋に椅子置いて座るみたいな感じだったんですよ。まあ体が硬いっていうのもあるんだけどね。そう私あぐらがかけないとかさ、まあそういうのもあるんだけどそう、だから全部が和風の家っていうのはちょっと厳しいなと思ってくれるの。でも家の中にこう一つ二つその和風のお部屋があってっていうのは全然私的には OK で、っていう感じです。だけどまあ大体そのそうだな、子供がやっぱりいるからフロアのお家の方が、ね、なんか汚したりとかする意味ではね、拭きやすかったりとか掃除やすいとかあるじゃないですか。だからまあ洋風中心のお家で見てるかなって感じです。だけど例えば私たちの寝室が寝るだけの部屋だからね、本当にだし6畳の寝るだけの部屋とか8畳だけの寝るだけのお部屋とか、まあそういう感じになったとしても私は全然 OK で、旦那も多分寝るだけなら OK だから、まあそういった感じで見てます。まあどうなるかね。質問じゃないけど大好きです、応援してますって言ってくれる方が結構いて超嬉しいですね、ありがとうございます。あと次の質問でものすごく多かったのが、ご主人のお仕事どうするんですかっていう質問が結構多かったんですよ。この2つが多かったかな、どこに住むのかっていうのとうちの旦那のお仕事がどうするんですかっていう質問が多かったですね。で前回のコメントとかでも結構そういった系で書かれてる方も多かったから、ちょっとそれにお話しようと思うんですけど、うちの旦那はですね、日本に帰ろうっていう話がこう本格的になってきてから、日本のお仕事をずっと探してたんですね。で、探す系だと、まあ、今でもアメリカではアメリカの政府のお仕事をしてるんで、まあ、それ関係で日本にあるお仕事を探してたんです。で、何個かインタビューまで行って、で、インタビューまで受けて、スカイプでインタビューして受けて、
最終的にこう結果を聞かされるってなると、ああ日本にいてくれたら雇ってたのにって言われたんですよね。でどうったらインタビューしないでくれよって感じなんですけど、多分インタビューした側はインタビューする幅が日本に住んでるだけのこのだけの人っていう風に多分区切れないのかな、わかんないけど、なんで一応その会社側的にもっていうか、そのなんだろう、インタビューする側から側の見た目、インタビューする側の見た目として、なんつう、一応その海外に住んでいる人もインタビューもするけど、最終的にはそういった人たちを、まあ、要は取るつもりはなくって、結局海外に住んでるから、だけど一応インタビューしなきゃいけない的な感じでしたのかなっていうのは思ったんだけど、でもまあ要はその海外に住んでるってなると引っ越してくるのにね結構時間がかかるし、そのやっぱりお仕事で受かりましたってなったらもう1週間後2週間後くらいから、はい、働き出してくださいっていう感じなんですよ。でも私たちは子供もいるし、こう1週間2週間で引っ越しっていうのはまあ不可能じゃないですか。なんでしかもその仕事をアプライしてインタビューに行けるまでうんか月とかかったんですよ2,3 ヶ月とか経ってから、うちの旦那が仕事をアプライして 2,3 ヶ月とか経っていきなり、あなたのそのアプリケーションが通りました、インタビューしませんかっていう風に来るんですよね。アメリカのガバメント系の仕事はインタビュー行くまでにものすごく時間かかるんです。中には1年2年かかるのもあります。で、それでまあやっとインタビューして、でそれでまあ1週間後2週間後に来れますかって言ったら来れるわけないじゃないですか。なんで、まあ、それで、まあ、そう言ったのも全部含めて、結局うちの旦那は日本でのお仕事を探してたんですけど、自分たちが帰るつもりだった3月の半ばまでにその仕事がまあ見つからなかったんですね。日本での仕事が見つからなかったんです。なんで私が、あ、もうこれだったらとりあえず日本に行って、で私が仕事を始めて、でうちの旦那は株ができるから、株が結構上手な人なんで、時間がある時に株をしてもらって、でなんだっけ、あの人ずっと学生とあとお仕事ずっとミリタリー辞めてきてからしてるんで、4年間やってきてるんでかなり疲れてるんですね。なんでもうこの機会にちょっと休憩がてらね、エディソン見ながら時間がある時にストック、株やって、で私たちを支えてもらっても、私のビジネス始めるっていうのもあるから、まあ、私のこととかも支えてもらいながらちょっと休んでくれないかなみたいな感じで私は思ってるんですね。ってたんですけども、今になってですよ、今になって、このコロナで今私たちは日本に帰るって全部意気込もってたのにもかかわらず、それがまあ今帰れない状態で足踏み状態になってるんですね。で毎日日本のニュースをチェックしてるけど、毎日のように、はい、これだけ感染者が出ました、感染者出ました、感染者出ましたみたいな。で昨日かな、安倍総理が日本の小中高が高校全てをその春休みまで閉鎖するっていうのを発表して、なんか深刻になってきてるし、この先本当に行く先がどこに向かってるんだろう、これがどのぐらい良くなっていくのか悪くなっていくのか、もう誰もかが分かんないような状況じゃないですか。で私たちもこれがなかったら今もう帰って、私が仕事始めてねっていろいろ始めて出たのに、もうそれが今できない状態で、ものすごくうーって感じなんだけど、でも生きなきゃいけないじゃないですかね。今自分のできることをベストを考えて、そこまで考えて、でそれをやらなきゃいけないじゃないですか、今こういう状態でも。で今私たちはとりあえず6月までに引き延ばしたから、6月はうちの子供の学校の年度終わりでもあって、
だし、まあ、このアパートの契約の月でもあるし、まあ、それで6月を見てと思ってるんだけど、でもこれ、その6月っていうのももしかしたらもっと引き延ばすかもしれないし、その本当コロナ次第で引き延びていくかもしれないし、なんかだんだんちょっと引っ越せる日、引っ越せる、いつ引っ越せるのかっていうのがだんだんちょっとマジで分かんなくなってきてて、正直不安です、めちゃくちゃ。だけど、まあ、今私たちにできるのは、そのなんていうの、まあ、私だったら今までずっとエディソンがね、ベイビーベイビー赤ちゃんだったんだけど、9ヶ月10ヶ月ぐらいに今なってきてて、大きくなってきてるから、ちょっと自分もフリーランスのお仕事を自分で宣伝してって、いろいろ取りに行ったりとかするっていう時間に当てようかなって思ったりしてて、今で今できることを今やろうみたいな感じで思ってるんですね。で、旦那は旦那で今やってるまあお仕事を続けていく感じになるんだけど、なんかどのぐらいこれが続くのかっていうね、あのもうちょっと不安ですよね。うん、だし、例えばうちの旦那がね、とりあえず前回は3月の半ばまで、でもし見つからなかったらこのまま行こうっていう感じで決めてたものを、今期間が伸びた分、うちの旦那また日本でお仕事探せるわけじゃないですか。でその探している間にもしかして見つかったら、私たちの引っ越すところって、私は自分の地元を見てたけど、それが変わっていくのかなとか、なんかもうこういう状況だからこそ、ね、さっきも言ったけど、自分たちのベストを考えてそれに合わせて生活していかなきゃいけないし、だし、臨機応変、日本と臨機応変にこれだからこうじゃなきゃダメだっていうよりかは、ちょっとこうそこの考え方を柔らかくして、柔軟よくして、臨機応変に対応を一つ一つしていって、だけど目標は変わらないんですよ。目標は私は変わらないんですよ。今まで言ってきたこと全て、気持ちも全然何も変わってないし、だけどこの今のこの状況と、あとうちの旦那のお仕事の関係とか、ちょっと正直どうなっていくのかな、行く先はちょっと分かんないなみたいな感じでは正直あります。だけど皆さんとシェアしていきますね。今私ができることは、足踏み状態で歯がゆいから、とりあえず常に最新の情報を自分の頭にインプットしていくね、そのコロナ系のやつとかはっていうのもそうだし、だけど、それと同時にこっちでできることをやっていくっていう意味で、うちの旦那がお休みの日とかで子供を見てもらえるときに、私は自分でフリーランスの仕事を取りに行って、だいたいフォトシュートですね、フォトシュートやりたいなって思ってるんだけど、そしたら作品が増えていくから、フォトシュートできる時にやっていって、で作品増やしていけたらなっていう風に今のところ考えてます。そんな感じなんですよ。だから旦那さんのお仕事の質問でちょっとまた話が全然わーって広がっちゃったんだけど、 OK、 電池切れちゃった。このね、これが大事じゃない、このこれが今日のこの私のヘアスタイルはこの耳のちょろんがキーなんです。だってさ、これがないとさ、わかりますか、なんかって感じじゃん。でもさ、これがさ、こうちょろりんって出ているだけで、何、なんか抜け感があるっていうの、なんかわかりますか、抜け感があるっていうの。 OK、 じゃあ次いきますよ。ちょっとさ、私話すの長いでしょ話すの長いの、ほんとごめんね。OK、 トークショーやメイクレッスンなど企画されていますか？近くでなくても絶対参加します。優しい。もちろんさっき私が話してたみたいな感じで、もちろんやりたいです。トークショーなんて私やらせてもらえるのかな？なんかトークショーとか、私こんな私でいいんだら、もちろんさせていただきたいんですけど、なんかこういうのってどこかからお声がかかったりするのかなみたいな。わからん。自分でトークショーやりますっていうのは多分ないと思うんですけど、私話すの下手だから。で、
メイクレッスンなど企画されていますか？違うね。あ、もちろん企画したいと思ってます。その出張して、ね、出張するときにとかに、なんかこう、いろんなところで企画できたらなと思います。いろいろ面白いことを、こう、ポンポンポンとやっていきたいですよ。そしたら皆さん、なんか見てるのも楽しいだろうし、受講しないとしても、こう、私がこう、いろんなことを、ポンポンポンってやってるのを、こう見てるのも面白いと思うし、あ、またこんなことやってる、またこんなことやってるみたいな。楽しいと思うし。まあなんかこの、なんて言うんですか。まあそういう感じでいろいろ面白いことやっていきたいですね。はい。あ、でも、今のところこう大きく、なんて言うんですか。自分が帰るって決まったとしたら、その月に大きく構えてやるっていうのは今のところ考えてないです。っていうのも引っ越しが関わってきちゃうから、すげえちょっと引っ越してから初めの月はものすごく大変だと思うんで、うん、なんでそうですね、そんな感じですね。